はい、今日は午前中に三河島の汚水処理、ポンプ場、大正時代に作られたポンプ場ですが、重要無形文化財になっているわけです。で、その一般開放、普通の人がその大正時代の下水の処理を、見ることができるわけですね。その後その機械置いてありますから、地下にレンガのトンネルがあって、タイルでできたトンネルですね。ヨーロッパの下水を見るような、そういう感じですね。これ東京の歴史をぜひそういうところから学んでいただければなというふうに思います。で、ただいま発表するのは、東京水道の話であります。先ほどは下水の話でした。これから水道の話をいたします。水道局では安全でおいしい水の取り組みを進めてきましたが、今年都内全域で高度浄水処理 100% が達成することになりましたのでお知らせします。これまで東京水道は世界一というふうにたびたび伝えてきましたが、これはこの東京水、高度浄水処理をしてある。高度浄水処理というのは、オゾンと生物活性炭による特別な処理のことを言います。まず、オゾン処理で匂いの元となる物質を分解して、細かく分解して、そして生物活性炭処理で、そのバラバラになった匂いの元の物質が、生物活性炭の中に住む微生物がそれを食べるんですね。これは自然の浄化作用と同じものでありまして、これによって安全でおいしい水が完成するということで、水道局では昨年6月から11月にかけて約1万4000人の、モニターですね、飲み水調査を飲んでもらって、ミネラルウォーターと東京水道の水を、ちょっと目隠しで分からないようにして飲んでもらったところ、半分以上が東京水道の水の方がおいしいと、こういうふうに、ミネラルウォーターと遜色のない結果が出ていました。で、平成元年から4半世紀にわたり、利根川水系の浄水場に高度浄水処理を段階的に導入し、順次供給エリアを広げてきました。で、この4月、金町浄水場の施設が全面完成して、この知事として4月24日の完成式典に出席する予定です。で、この完成により、区部、東部地域における高度浄水処理は全部終わることになるんですが、もう一つ、三郷浄水場などで工事も進めておりまして、これは10月から都内全域に高度浄水処理 100% の水が届くことになります。蛇口から安全でおいしい水が飲めることを世界に発信し、2020年東京オリンピック・パラリンピックの招致獲得にもつなげていきたい。蛇口から直接水を飲むことができる国は世界で11カ国しかありません。ということで、今日はほぼ今まで高度浄水処理やってきましたが、すべての地域に行き渡るということではなかった、あるいはブレンド少し薄まったりしていたんですが、この完全にできるということで、お伝えいたします。以上です。はい、はい、どうぞ。 MX テレビの風戸と申します。はい、鳥インフルエンザのことでお伺いしたいと思います。はい、感染が中国で相次いでまして、はい、今日で6人、死者が出たということで、政府は警戒を強めています。はい、WHO ではタミフルなどが有効の可能性ということで発表しておりました。はい、
東京ではどのような対応を今ご検討されていらっしゃいますか。はい、中国で感染者が14人というふうに、まあ、発表されていますが、東京はタミフルを768万人分用意してあります。でこれ WHO がもし人から人への感染が日本で確認された場合、これは厳しい法律があって、まあ大げさに言えば戒厳令のようなね、そういう厳しいものがあるわけですよ。その時のためにこの 4,5 年かけて768万人分までタミフルを増やすことが今できました。貯蔵しています。もし何かあったらそれをすぐに使うということであります。それからもちろんツイッターやホームページを活用して情報発信を速やかに行い、情報が隅々まで行き届き、一人一人がすぐに対応できるような保健所の体制も組み、そういうふうにやっていきたいと思っていますが、まあ、今のところ人から人への感染ということではないようですので、まだ様子を見ていくということで注意していきたいと思っています。はい、あといいですか。はい、初めて通信の稲村と申します。高度水処理の件でちょっと質問させてください。この間も知事オリンピックの招致でロンドン行かれたので、ロンドンでおそらく2種類の水を飲まれたと思います。ガス入りとガスなしですね。ウィズガスとウィズノンガスと。この東京の水はノンガスなんだと思うんですけど、ガス入りの水というのも東京でも飲めるんでしょうか。ロンドンでは炭酸入りの水が天然水で取れるわけですね。ですからそれがまああるわけですけれども、東京では蛇口から水道の水が飲めるわけで、ロンドンは必ずしも蛇口から水を飲めるわけではありません。蛇口から水を飲むということができる、まあ、我が国なぜかペットボトルは流行してますけれども、普通の水道の水を飲めばいいわけでありまして、そんな恵まれた国はあんまりないんですね。で軟水ですから消化というか内臓にも問題はないわけです。よく飲みやすい水を我々が毎日飲んでいて、1リューベイ、まあ、1トン分でわずか2円ですよ。150円のペットボトル500ミリリットル2本で1リットル、それで300円払っててもまああんまり意味はないというふうに思います。はい、じゃあ後ろの。はい、テレビ朝日の能見と申します。はい、点をお伺いします。都庁舎の改修工事の件なんですけども、はいはい、2009年に設備更新のですね、方針が出されて、うん、まあ、地震震災などを受けて、先月2月ですか、はい、2月にまた新たな方針を出されました。でその中で760億円ほどのですね、回収費用という数字が出たんですが、はい、この数字についてどうお考えかというのと、はい、あと回収工事についてのお考えをお伺いしたいのですが、はい、まずは2009年に外部の調査会社に頼んだところ1000億円だと、回収費がね、まあ、そういうことだったわけですが、それをもう少し精査して今760億円ぐらいの762億円と722億円まで削減した上で、耐震のその構造物を入れる、これが40億円で762億円とこうなってるわけですが、まだまだ精査してより、まあもちろん空調設備は全部取っ替えたり、LED 照明を入れたりとかそういうこともあるが、まだまだ精査してこの金額はその当然の前提とせず、きちんと詰めるところは詰めていきたいと、そういうふうに指示を出しました。はい、はい、どうぞ。NHK です。近所です。はい、
鉄道のことで、鉄道のことで一つお伺いします。今、西武ホールディングスがですね、アメリカの投資ファンドからですね、TOB、公開買い付けに乗り出したことを受けて、沿線の自治体ですね、先日豊島区が西武の路線のですね、存続を求めて西武鉄道に申し入れをしましたけど、要望書を出しましたが、この問題は盛んに報道されていますが、知事はどのようにご覧になってますでしょうか。はい、株式を上場すればそれは当然その公開買い付けが行われるというのは市場社会の一つの原則ですね。したがって当時といっても戦前から戦後にかけて西武鉄道は国土という会社に、まあ、国土計画と言いましたが、そこにその株を集中してですね、上場しないでやっていたわけですね。でそれは当時東急の後藤啓太がどんどんその周りの私鉄を買収していったんですね。東急は小田急を買収し、京浜急行を買収し、そして京王電鉄も買収し、まあ、そういう形で東京の南半分は後藤啓太が全部買収していったんです。それに対して堤康二郎は甲羅のようにですね、その絶対に買収されないようなそういう、まあ会社のスタイルを取ったわけですね。しかしそれがまた一つの問題を引き起こしたということが過去にありましたね。偽装の株主がいたりとか、まあ、そういうことがあった。で、まあ、上場するということはやはりそういう大きな市場から資金を集めるというメリットと、それから買収される可能性もあるというデメリット両方あるわけですね。ただ鉄道の料金はやはり許認可ですからね。鉄道は公共性が高いで、普通の例えば東急田園都市線でもその国からお金を借りて高架したりトンネルした掘ったりしていることがありました。そういう部分はまた料金として、その借金返したらまた料金を下げたりとか、そういういろんな形で公共性があってですね、でしたがって毅然とこれはですね、ある程度株式会社の上場といえども公共性が高い、そういう鉄道の在り方というものをやはりきちんと、そのもちろん西武の自身が売りたくないとこう言ってるわけですね。その沿線路線を廃止したくないと、球団も売りたくないと、これはやはりそういうふうにきちんと言って利用者の支持を集めることは非常に大事なことです。そして基本的には利用者があって鉄道は成り立っている、そういう意味での公共性があるということですね。ただ乗客が少しずつ少子高齢化社会の中で通勤客が減っている、これはだからかつて大阪で南海ホークスとか阪急ブレーブスとか近鉄バッファローズとか球団を維持できなくなった、それは通勤客が減っていくという体制の中でそういうことが起きた、まあ、そういうことでありますが、当然西武秩父線沿線の住民や所沢球場で野球を見たいというファンや、そういうことを含めて鉄道経営というのは単にその公開買い付けで解決するものではないということは僕もそういう考えであります。朝日新聞の岡田と申しますが、はい、ニューヨーク出張で、はい、知事現地で地下鉄を視察されると聞いてますが、はい、どのようなところを見たいとお考えなのか、それと、まあ、地下鉄一元化に向けて改めて意気込みを聞かせていただけますか。まあ、ニューヨークは早い段階で地下鉄一元化してですね、ただね、地下鉄の綺麗さとかマナーという意味では東京の方がずっと上ですね。ニューヨークは24時間、まあ、運転している、これは複々線ということはあるんですね、まあ、そういうことをいろいろと視察すると、まあ、地下鉄だけではなくて、まあ、電力関係の視察もいたします、はい、改めて今
3月の下旬にですね、九段下の壁も取り払われまして、はいはい、地下鉄一元化に向けて知事の今意気込みというか思いをお聞かせ願いますか。うん、地下鉄一元化は、まあ、九段下のバカの壁が取れた、それから地下鉄の中でメールをできるようになった、これはメトロも都営も全部そうなった、これは3月いっぱいに一つ区切りがついたわけですね。で、今先ほどご質問あったように、じゃあこれからの東京の鉄道の利用者、どういうニーズがあり、どういう形が最もいいのか、これ一元化は一つの正しい選択だと僕は思っていますが、全体の乗客数の減少とか今後ですね、少子高齢化社会の中で、そういう中でどういうそのモデルが一番よくて、どういう形で移行する、一元化に移行するプロセスがいいのか、これはもちろん東京メトロと東京都営地下鉄で話し合いするだけではなく、東京の私鉄のさまざまな代表者とも意見交換をしていくということが大事だろうというふうに思っています。はい、共同通信の中井と申します。はい、ちょっとまだ先の話で恐縮なんですけれども、はい、今年が今年の7月で1943年に都政が施行されてから70年になるようなんですけれども、その一応節目な年なもんですから、その知事がそれどう受け止めておられるのかということと、あとそれに合わせて何か行事か何かをお考えになっていらっしゃるのかというのを教えていただきたいんです。70年って何か節目になりますかね。一応その区切りがいいので。え、だったら10年ごとに区切りがいいよな。まあ、考えておきましょう。はい、今当面やることがいっぱいありすぎて、まあ、それはそれでちょっと考えてみますかね。はい、はい、はいよ。新宿新聞の木田です。政府の方なんですが、2日にですね、電力の全面自由化をですね、閣議決定、しました。電力の小売りを2016年をめどに全面自由化するとか、発送電分離をですね、18年から20年にかけてやるとかっていうことが決まったようですが、これは猪瀬都知事の現在いろいろ小売り電力の小売りをやったりですね、やっている都政の影響はどういうふうになるというふうにお考えでしょうか。はい、まあ、東京電力の改革を通じて東京電力の分社化体制、つまりカンパニー制、これは一種の発送電分離の原型にあたるものであります。そしてそういう改革の中で電力の自由化と発送電分離という話が出てくる。ただし今のところ新電力の育成という意味ではまだまだ遅れを取っていると思います。政府は新電力のシェアを高めない限りは電力独占体制というものは身代ぎもしない、そういう状況にあるんですね。したがってちょうど1年近く前ですが、前の政権に対しても新電力のシェアを 30% にするというぐらいのつもりでやっていただきたいと、こういうふうに言ってありますが、今回のその電力の競争力どうつけるかということについては、あえてまあこれからそういうことを言って、そして政府のいろんな分野にそういう情報をきちんと確認取って、30% だけは無理ですよとっていうぐらいのつもりでやらないとですね、新電力の電源が足りないんです。結局は自由化は絵に描いた餅になってしまう。具体的なものをきちんと数字を出してもらって仕事を進めたいと、こういうふうに思っています。だいたいいいかな。どこ。時事通信の増渕といいます。今年6月 の都議会議員選挙に関連してお尋ねします。
都政を、まあ、取り巻く課題っていうのは、まあ少子高齢化とか防災とか、まあ、様々なものがあって、まあ、おそらく都議選でもそういったことは議論されると思います。で一方その後に控えてます参議院選挙の、まあ、前哨戦という位置づけも、まあ、そういう側面もあると思います。そこで知事はその今回の都議選の争点というのはどういうものが上がってくるというふうにご覧になっているでしょうか。すでに都議会で予算をめぐってさまざまな議論がありました。その議論の中に多様な意見が出てまいりましたが、基本的には皆さんが予算を都議会の皆さんが予算を議決してくれたということは、その議論はその枠の中にしかないんだというふうに考えていいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ特になければそっか、2円って言ったら何だっけ、1リットルってことか。ちょっとさっき言い間違ったから直すけど、1トン200円、1リットル2円ってことなのかな、計算してみるの。水道水が私分かってるよ、おいないんだよ。1トン200円、だから1リットル2円って意味かなって言ってるのよ。まあ前に僕は東南アジアでいろいろプレゼンテーションやりましたからね。つまりペットボトル2本で2円だということになるのが 0.2 円かもしれない。ちょっと計算しろよ今すぐ。ほら、ただね、結果だけ出してくるんじゃなくてロジックとして喋ってるんだから、ちゃんとロジックになってないからね。まあいずれにしろ1トン200円っていうのは分かるね。1トンの大きさは1メートルの、まあこれがまあこれをちょうどこの2つ後ろにもう1つ並べると大体1トン、それが200円だと。でペットボトルが150円ね。で1リットルはだから2円なのか 0.2 円なのか、はい計算して。いいよ、 0.2 円。だからそういう時にロジックで話しないと、1トン2円を間違えて1トン200円です、だから1リットルは 0.2 円ですって書いとかないとロジックにならない。以上でいいですね、 0.2 円。だからペットボトルあまり飲まなくていいから水道の水でいいんだよっていうことを言ってるわけで、この水道の水がそうやって飲めるところなんかないんですよ。僕なんかもう毎日ジョギングしてますけど、公園の水飲んでますからね、水道の水走って途中で喉渇いて。なんだよ、もう終わりだけど、はい、はいはい、どうも。文化放送の高橋民生です。相模湾を震源とした関東大震災、あれからちょうど今年が90年になるわけです、9月1日で。で、そのいわゆる防災という意味で心構え、東京も大打撃を受けた関東大震災から90年ということで、改めて猪瀬知事のその防災のことをですね、今ちょっと時間調整があったかなと思ってお尋ねしてみたんですが、まあ、関東大震災90年、まあ、それとやっぱり東日本大震災、今2年過ぎたところですが、東日本大震災で僕は皆さんが、まあ、僕自身も含めて目が覚めた思いだというふうなことで、被災地の住民の方々に思い致す想像力があれば、関東大震災の被服廠でみんなその追い詰められて黒焦げになった、そういう悲劇に対してまたその90年の時間を超えて思い致すことがやっぱり大事だろうというふうに思います。まあ、3月10日に東京大空襲の日と、それから震災と、まあ、合わせてですね、そういう慰霊を行っているわけです。ぜひそのお参りに行っていただきたいなというふうに思います。以上です、どうもありがとうございました。